発達障害アドバイザーのズチです。今回は ADHD の方が、片付けができない理由と対策をお伝えしていきます。この動画では理由をお伝えして、次回の動画では対策をお伝えするので、どちらもですね、セットで見ていただけたらと思っています。 ADHD の方って片付けできませんよね。まあ、できないっていうよりも、まあ、習ったことがないっていうことだったり、トレーニングを受けてないっていうこと、まあこのニュアンスの方がですね、正しいのかもしれないと思ってるんです。なぜかというと、例えば車であれば、車を運転するためにライセンスを取りに教習所に行って、筆記であったり、実技のトレーニングを受けますよね。でも、片付けってそうじゃないじゃないですか。片付けは、皆さん教えてもらわずに、まあそこそこできますよね。まあ子供の頃に教えてもらった方もいらっしゃるかもしれませんが。そうなんです。ADHD の方って、もともと脳の特性もあるし、生まれ持った特性もあるし、トレーニング量が著しく劣っている。だから、片付けができないんですね。この図をですね、ご覧ください。人間が情報を受け取って、情報刺激を受け取って、行動するまでの流れです。まずですね、情報刺激の入力があって、脳で処理して行動に移していきます。この、入力と脳での処理、に弱さがあるので、ADHD の方は片付けが苦手っていうふうに、言われています。なぜかというと、例えば情報処理であれば、一般の方であれば1を見たいとして1しか見ないんです。でも ADHD の方は1も2も3も4も見ちゃうんですね。例えば飲み終わったコップを片付けに行くとします。その時にコップを台所に持っていくので台所しか見ませんよね。でも ADHD の方って冷蔵庫が見えたり、机が見えたり、歪んだ椅子が見えたりして、あ、これもこれも片付けよう、これも片付けようっていう風になってしまうんです。これが入力の難しさ。二つ目にですね、この脳での処理、脳での処理っていうのは、今さっきお伝えしたコップを片付けに行く例で言うと、片付けないといけないコップがあるのに、あ、今日の宿題やったっけな、そういえば今日の準備はどうだった、しかも今日学校に行ったら花子ちゃんがいたんだ、花子ちゃんに昨日あなたって足が速いだけが取り柄よねって言われたんだっていう風に、いろいろ脳が拡散状態ですよね。情報の渦でいっぱいいっぱいになっちゃってるんです。これがですね、ADHD の方の特徴です。だから片付けができないんです。じゃあですね、こういった理由もあるとして、どうしたら片付けができるのかっていうことを、次回の動画でお伝えしていきます。